それではここからは本郷消防署の島田さんにお話を伺っていきたいと思います。島田さんよろしくお願いします。お願いします。本郷消防署の島田です。よろしくお願いします。万が一火災が発生した場合というのは、いち早くその火事に気づくことが非常に重要ですよね。はい。火災が大きくなってしまうと消火器などによる消火が大変難しくなってしまいます。被害を小さくするためには。 早く火災に気がつくことが大切ですそこで必要なのが住宅用火災警報器です皆さんもご存知の通り煙や熱を感知して音で知らせてくれるこの警報器です火災に早く気がつきすぐ消火することができたなど大きな火災にならなかったという事例がたくさん報告されていますつまりもし音が鳴らなかったり音が聞こえなかったりした場合は 大変なことになっていたかもしれないですよねはい、その通りです音に気づくのはそこに住んでいる方だけとは限りません外出していたり寝ている間などお隣に住んでいる方やお近くを通った人がその音に気がつきそれを通報してくれたことによって火災が大きくならなかったというケースが報告されています設置してから10年が経過した住宅用火災警報器は 中が古くなり故障している可能性もありますので本体の交換をお願いしますまた警報器は定期的に音が鳴るか点検をしてください、うん、やはり定期的な点検が必要ということですねこれ設置する場所に困った時なんかはどうしたらいいんでしょうか設置に関するご質問やご相談がありましたらお気軽にお近くの消防署へご相談ください 消防署で相談に乗ってくれるんですね、はい、これは心強いですあ、でも島田さんもう一ついいですか私、はい、今日なんですがこの消火体験をさせてもらったり島田さんからこの住宅用火災警報器の重要さを教わってきたんですけどもこうした体験というのを定期的に行うことはできるんでしょうかそこで皆さんにお伝えしたいのが東京消防庁公式アプリですここではリモート防災学習として お持ちのスマートフォンやパソコンを使っていつでもどこでも簡単に訓練することができます地震や火災はいつ起こるか分かりませんコロナやインフルエンザなど感染症がとても怖い時期ですが皆さんにはこうしたものを使ってぜひ訓練を実施して日頃に備えていただきたいと思っていますでもやっぱりリアルな訓練をするのが一番です 地域で実施する防災訓練には、先ほどやっていただいた町角防災訓練者による消火訓練や煙体験ハウスなどを使った煙の危険性を体験することもできますその他にも、実際の消火栓を使ったスタンドパイプからの放水訓練を実施することができますその際は、お近くの消防署へご相談くださいなるほど 地域の防災訓練私も参加してみたいと思います島田さん本日はありがとうございましたありがとうございました